でもなんか知ってそうだった。今度会ったら勝負して問い詰めてやろうね。怖いよ。そうだ、東大上から学校見るよ。ねえねえねえ、ネモ僕のこと好きなんかな。なんかネモがさ、ペパー見るときと僕を見るときの顔違うんだけど、完全に女になってるよね。ネモ僕のこと好きかね。傷薬13個もあんのか。モンボモーチェン持っとく。僕あのお小遣い、あ、LP でも支払える。そっか。あ、プレミアボール1個。あ、だ、あ、これ10個で1個もらえるやつか。だったら11個じゃなくて10個にしとけばよかった。もったいね。バカだ。元気のかけら、あれ？ねえねえ、元気のかけらって2000円もしたんだっけ？なんかもうちょっと安かったような気がしたんだけど、気のせいかな？ね、セット買い 10個で買った方がよかった。おバカだ。ケチだ、当たり前でしょうが。休ませます。休んでと。昔もっと高かった ?1500 円だった。え？500円も値上がりしたの？なんでゲームの中なのに値上がりするんだ？せちがらいよ。え？何？とっておき？私とっておき使っちゃ、何？え？なんか揺れる。え？うおー！え？なんか電球ついたんだけど。え？なにこれ？え？ポケモンをテラスタルタイプの威力をもっと高めるんだ。あ、こいつ電気だったんか。やめてください。え、待って、そんな強ないやんかーい。なんかずるー。僕はそれできないの？ずるやんねー、こんなんずるやん。僕もテラスタルしたいわ。やめてねー、最悪。ちょっと待って、ネモ、イエーイ、ネモのパーもヨーブルトリー、ネモのパーもやりましたー。ねえ、チートやぞ。な、卑怯、ずるい、せやろ。こんな、僕にも教えろしね。なあ、ずるいやで。急成長にびっくりだよ。540円、ちょい、ちょっと、540円ね。ありがたいですけど。回復したーい。テラスタル相手にそのままで勝っちゃうなんて。どうやってテラスタルできんの？あ、そうだ、カナダさんまだ使えないんだ。そうだよ、そうだよ、ひどいよ。でも後で何とかしてあげる。何とかできんの？強いから忘れがちだけど、ポケモン始めたばっかり。そうだ、まだ始めて2時間ぐらいしか経ってないぞ。勝負の俺、え？ねえ、待って、元気のかけるやつ、そんな配っちゃダメなの、序盤で。いいんすか？ありがとう。ちょっと待って、待って、え？そんなくれる？ちょっとなんか、ありがとう。でも、ありがとう。僕のこと好きなんだな、やっぱこの女。6000円？ 6000 円？ちょっと待って、6、いやいやいや、どんだけ金持ちなんだ。どうしたの？ね、スターなんでなんかよ。何ですか？入団希望なら後でね、今お話中なのでね。絶対ワニマ聞いてるみたいな兄ちゃん。私ら泣く子も笑うスターだ。君は知ってるよね？知らない。何スターなんて。もうなんなのよ、君まで、ね、せっかくスターダに入ったの、動き、団長になってますよ、これ下っ端 A さん。団長の動きやん。こんな扱いてえへんじゃん。だって下っ端だよ、君の名前。下っ端 A やで。舐められっぱなしだと、団の面目丸つぶれ。勝負、いきなり？もしかしてこれ、あれ、2匹バトル？そりゃそうね、あんたは最初のメガネを見張ってて。生意気な、ああ、そういうことか。生意気なシンガオちゃんは私がお星様にさせちゃうわ。やってみな。お星様になるのは、シザパ、シュルシュルじゃん、シルシュルでも一瞬やだ。
いや、これはちょっとひどいよ。これ僕 3D でちょっとやりたい。笑いすぎ。だってさ、もう星描いただけで笑えたのに最後シャキーンだってまあこういうさ、面白い動きとかにね弱いんや。面白い動きダメだ、笑っちゃう。団長の動きとかマジでやばい。あれもうほんと毎度笑うもん。楽しみにしちゃうもんね。まあまあ、シュルシュル。まさか一匹ってことはあったー。あのマークもうやらんのか。負けたらやら、私が細いお藤山になっちゃった。416円かよ。しょぼ。もっとはよこせ。あ、でもちょっとちょっと何やってんの。かっこいい。ゲ、生徒会長。あ、だからよく考えたらこの人たちも生徒か。同い年ぐらいなんか。そしたらめんどくさいやつに見つかっちまった。もうダメだよ、カナダソン。ポケモン勝負するなら私と。でも怖っ。あんたもだいぶ怖いで。せっかくだからカナダソが超マル秘アイテムで解決したい。なんだろう、マル秘アイテムって。なんかくれたね。照らしてるオーブを、オーブを大切なものポケットにしまった。え、使いたい使いたい。 え、かっこいい。嫌なら私と勝負だよ。かっこいい、かっこいい。でもぐぬぬ、進化の方ならまだ貸すチャンスはある。失礼なやつ。それじゃあ位置について勝負開始。よし、やろう。こっち見てくんのがダメだ僕。ちょ見て、タラララッっていうあれがダメだ。え、これスターなんて、これ今回のロケットなんて来た地域だよね。これ毎度僕は笑わなきゃいけないのか。ちょしんどいんだけど。だいぶツボやっちゃいね。どれぐらいツボ。おお、見て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 、カナダソーかっこいい。いけ。おお、頭の周りにお星様待ってるわ。横の姉ちゃんの踊り団長すぎるでしょ、下っ端へ。ジニア先生から寮の部屋を案内するように言われたの。カナダさんのマイルーム一緒に行ってみようよ。行こう。カナダさんの部屋行く。寮の部屋とか超いいじゃん。個室かな、個室かな。わお。ジャパカパーン。なんだよその掛け声。ジャパカパーン。これからカナダソが暮らす部屋でーす。めっちゃいい部屋や。ジャパカパーンって言って。で、私も初めて入るんだけど、当たり前の部屋なんだから。なんか入ったことじゃ怖えわ。学校初日からいろいろあって疲れたでしょ。ベッドでゆっくり休んでね。ベッドで寝れば人もポケモンも体力回復。ポケモンも回復できんのか。元気になったらまた明日いっぱいポケモン勝負しよう。それじゃまたね。はーい、おやすみ、バイバーイ。サンドウィッチ。